いですね、天気が。今何時ですか？今ね、10時。10時。まだ10時。お平日の10時。今日は、YouTube の T を使って、そうそう。ビニヤマ城に、はい。何を食べ歩きしてきます。何を食べるんですか？飛騨牛とか。はい。松坂牛、まあ、何があるんですか、なんか全然 B級グルメとかなんかあるみたいで、はい、B 級グルメですね、はい、で B 級グルメの食べ歩き、飛騨牛全然 B 級じゃない気がしますけど、ね、A 級 A 級 A 級 A 級だけど食べちゃいましょう、食べちゃいましょう、そうですね、はい、じゃあ行きましょう、はい、じゃあ行ってみたいと思います、はい、行きます行きます、はい、到着となりました、到着到着、本社から1時間かかったですね、かかったですね、すごいですね、腹減ったんでちょうどもうお昼前ぐらいなんで、ね、2時間ですよね、でも結構人もいると思いますけど、はい、いや、そもヘルさんでいないんですよ、バッサリ来てる、バッサリ来てる、あったかい、でも風があるけどあったかい、ね、結構ガンガンちょっと冬じゃないけどね、寒そうな格好してきたけど、なんか季節感が全然、そう、全然違うんですよね、岐阜っ子なんで、僕岐阜っ子なんで、寒いのには慣れてます、全然慣れてるっすね、結構来ます、みんなちょこちょこっすね、あっちに行きます、数回来たことあります、あ、マップがあるっすよ、マップが、あ、マップがある、稲山城が向こう、稲山城にある、ね、どこにあるんです、見えない、多分あれビーって登ってったら、ああ、ポコンってあります、今ちょっとポコンってありますね、ポコンってありますよ、なんかでも街並みがちょっと変わってきそうですね、こっから城下町なんですじゃないですかね、すでにここも、あ、もうこれ城下町なんです多分、はい、ここ、すごいですね、あ、本当に人多くなってきた、ちょっと多くなってきましたね、ね、多くなってきましたね、なんか屋台が建物が違うもん、全然なんか食べましょうよ、お腹すいたし、そうですね、食べましょう、何がある、あ、またビールが出てくるな、ある飲む、俺来たらかんとこやん、ここ地ビール、地ビールある、ここでしか飲めないんですよ、うわ、甘いって言うんだよ、甘い、あ、どうやって、ちょっと味見します、まあちょっと試飲だったらいいんじゃない、試飲だったらいいっすよね、やめようか、やめようか、五平餅あるんですよ、あ、五平餅ある、五平餅食べてみます、五平餅食べますか、食べてみましょうよ、はい、五平餅を1、2、3、4、はい、めちゃくちゃ中にある、めちゃくちゃあるっすよね、すごいですね、結構長いんですか、この店、こちらはね、はい、お店ですか、はい、お店はね、16年目かな、あ、16年、長いですね、このお家はね、200年、230年ぐらい、200年だって、長いっすよね、だいぶ。お父さんのお父さんぐらい。あ、ありがとうございます。入れ物すごい。入れ物おしゃれ。この入れ物いくらで売ってくれます？あ、すいません、申し訳ない。非売品でしたね。乾杯しましょうか。乾杯。乾杯。なんか餅近づけてなんかじゃない。うん、うまい。うん、まずい。美味しいですね。味噌がすごい。濃いね、結構濃い。あのお餅もね、ちょうど米のお餅の間、うん、味噌の宝石箱ですね、面白いわ、ほんと俺はどうやって思いついたの、今俺のとこ全部買った味噌の宝石箱や、うん、味噌の宝石箱だわ、これ、うん、玉手箱かもしれんな、味噌のどちらですか、若返る感じ、あ、いや、吹ける感じです、吹ける感じ、掘り下げたら赤いわ、美味しい、美味しいですね、これなんか射的できるっすよ、あ、射的、そう、射的勝負しますね、じゃあいいですよ、絶対ビリーになりそう、ビリー、ビリーになっちゃう、ビリー、そうですね、ビリーになりますよ、ビリーになっちゃう、あ、すいません、これ3人、いいですか、1人3発あります、はい、じゃあ1人ずつ行きましょうか、はい、でそんだけ自信あるんでね、俺はあるし、やってください、ちょやってください、逆に、はい、1頭2頭3頭あります、はい、1頭がドナルド、はい、ドナルド、2頭がこのキャラクター、なんでもいいやつ、はい、はい、それに倒れたら2頭です、はい、で倒れなかった時で3頭があります、あー、そうですね、倒れなくてもお菓子もらえるやつ、ね、すごい嬉しい、じゃあちょっと、はい、行ってください、じゃあ1発ずつやって、で、2回目でほんまに行きましょう、あ、いいですよ、2発で行きますよ、いいよ、おー、うまいね、でもうまい、あ、合図に行かれる、まあちょっと練習ね、うまい、どうぞ、いいじゃん、僕僕行こうか、はい、いや、絶対行ける、いいっすか、いいっすよ、あー、難しい、
めちゃくちゃ難しいけど、多分人間だったら今当たってる。当たってるね。人間だったら今当たってるんですよ。あ、それで OK、OK、OK ですか。え、詰めるだけですか、これ。あと、弾を詰めるだけっすわ。はい。弾を。弾を一発詰めて。これを引くだけ。引くだけ。そうそう。どう？ここのね、この穴と、はい、これをね、真ん中に持ってるの。なるほど。どうします、これ倒したら。これ、やば、めっちゃブレる、なんか。やばくないですか。いや、大丈夫です。いけるっすよ、リリちゃんだったら。お、惜しい。惜しい、惜しい、惜しい。え、なに？僕一番惜しくない。あ、全然ダメでしたね。二人ともすごい。マジか。頑張れ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 。でも本番っすよ、次。はい。2発連チャンで行きます。2発ずつで。もう行きましょうか。じゃあ、ドナルドで。おー、惜しい。じゃあ、うまいです。経験者っす、うん、まあ、そうっすね。自衛隊に入ったっす。自衛隊に入ってました。あ、てか、家が山なんで。あ、そうなんです。食材探しに。あ、イノシシとか。そうっす。パーンって。そうそうそう。すごいわ。夜ご飯、やっぱそれで食わないと。夜ご飯。そう、夜ご飯。あ、でもね、なんか変なひよこも食えるね。そうそうそう。すいません。で、ラスト一発。はい。おぉ。これ、ビリ確定、ビリ確定、ビリ確定。ビリが悪い。10が悪い。10が悪い。2とか言ってたよね。2とか言ってね。じゃあもう当てやいいんすもんね。当てやいい。当てやいい。当てや勝ちっすもんね。当てや勝ち。当てや勝ちだもんね。こっちにしよう。そう、テキサス、テキサス。テキサスや。ガンマンじゃん、ガンマン。ガンマンだよ。いくよ。あ、惜しい。惜しかった。めっちゃ惜しい。でも、まあ僕もビリーですからね。そうですね、ビリー。ビリーだもんね。はい。頼むよ。絶対当てますね。当ててくださいよ、本当に。はい、もう二人ともちょっとふざけて。全然飲めた。笑顔悪い。ふざけとるね、二人とも。わー、惜しいわ。惜しかったですね、多分。惜しかった、惜しかった。でもあっちの方がいいですよね。どれですか。あの、ドナルドじゃなくてもあれでもいい。あ、あっちはなんか群れでおるね。あれで群れ、群れでおるもんね。あそこで一個でも倒したら勝ちですからね、うん、そうですよね。あ、そっか、じゃあもう群れ、そう群れ狙います。群れを狙った方がいいですよ、群れを。え、でも逆にむずい。角度があれやるか。倒せ。わー、惜しい。惜しい。当たったんじゃない今。3頭。あ、3頭あるか。やった。3頭もらえるらしいですからね、その外れても。いや、これね、よくね、キャバクラで出てくるやつね。キャベツ太郎。キャバクラで、キャベツ太郎でめっちゃ出てくるんで。キャバクラ太郎じゃない。いた。マジで。ちょっとマジで。ちょっと僕身長高いよ。当たらんのだけど。なんで当たらんのだけど。なんで絶対当たるっつって。ほら。当たるもんね。全然当たらん。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。キャベツ太郎。これ、社長のお土産？あ、そうっすね。あ、いいですね。ちょうどできた。いいね、これできたね。できた、できた。あー、すごいね。楽しかった。なんか久々に射的やったっすね。射的、やったことなかったっす、僕。俺も全然ないっす。めっちゃ決まってましたよ。人撃ったことしかなかったっす。あー、捕まっとるっすね。そう、捕まっとるもんね。ほわんか。結構入っとるもんね、僕は。そう、おかしくなる、おかしくなる。わ、すごい。皮作れるんだ。レザー系のおしゃれ。すごいですね。結構いろんなもんあるんですね。あるっすね。食べ物だけじゃないですね。 B 級グルメみたいな。あ、すごい、めっちゃ美味しそう。あ、ほんとだ。うわ、めちゃくちゃビール飲みたい。ジャンボ牛串焼き食べません？うわ、めちゃくちゃいいじゃん。やばいですね。何食べます？うわ、椎茸すごい、でかい。うわ、でかっ。でかいっすね。と、椎茸1本と、あと、鶏皮。鶏皮ね。はい。めちゃくちゃうまそう。うん、いい匂いするね。大きいな、椎茸が。でっかい。めちゃくちゃうまそう。そう。ビール飲みたいな。僕今日この後休みにしようかな。あー、俺もできるですか、それ。いけるんじゃないですね。やっちゃう、3人で。やっちゃうか、この後3人で休んじゃおうか。あ、ダメだ、今日ダメだわ。整体行かなんかね、ビール飲んだのは。ビール飲んだら整体できないんですか。そう、整体できないですよ、ビール飲んだら。なんでですか。それ掘り下げちゃう。美味しそう。
食べる。あ、いや、全然いいですよ。僕、椎茸嫌いなんで、はい、あ、本当にですか。はい、好きです。嫌いですよね。キノコ全部嫌いなんです。えのきはいけます。えのき、まあ、でもキノコみたい、キノコみたいな顔してるんですもんね。顔面ちっこいね。誰か顔面ちっこや。それもピーやん。あ、はい、ありがとうございます。あ、熱くないですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、 ちなみになんですけど、はい、そこあるじゃないですか。はい、そこ足場組みましたね。この花うさぎで。花うさぎです。へぇ、足場組みました。へぇ、そうだったんですか。僕がまだあの足場屋さんだった頃ですね。はいはい、YouTuber もう今 YouTuber だもんね。あ、座れますね、ちょっと座れますね。乾杯。乾杯。異例だよね。異例、違うやつだから。めちゃくちゃうまい。うまい。味めっちゃ濃いです。でもめちゃくちゃ柔らかいですよ、これ牛串焼きも。めっちゃ柔らかい。鶏からどうですか。パリパリです。パリパリっす。パリパリ、キッコーマンの醤油が消してます。キッコーマン、キッコーマン。分厚い、すごい、うん、美味しいですか。美味しいですね。でもないっすよね、これなかなか、うん、土平日に、うん、で10、11時ぐらいから来て、なんか鶏皮って、うん、ようあるじゃないですか、お店とかに、うん、なんかどうやって皮剥いでんねやろって思いません。いや、もう泣いとるところを生きたままベリベリーだって。で、泣くんすよ、鳥は。あ、鳥は痛いもんね、やめてほしいもんで、うん、やめてやめてって言いながら、でももうこんなもん食い物なもんで、うわーって喋るの。喋る喋る、剥いでるんですよ、バーって。そうそう、でもこんな綺麗に剥げるんですか。人間の皮って無理じゃないですか。人間違うけど。人間多分剥ごうとしたら痛い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 。だからなんか鳥も今食べてるけど思ってるよ、多分。あ、うん、めちゃくちゃ痛い思いして、そうですね、もっと一緒に遊びたかったっつって。そうそうそう。誰とですか。あの、友達とじゃないです。ほんとうまい。あ、ここじゃないですか、左上に。あ、ここだ。あ、ほんとだ。みかん600円。僕寿司食べれるのっすよ。え、本当ですか。え、でも肉っすよ。あ、肉っす、うん、魚じゃないです。あ、握り寿司2人前で、わさび2つ、わさび2の生姜2で。気持ちいい。なんとこの時間帯が一番ビール飲みたいですね。飲みたいですね、本当に。マジで見たい。こっから出てくるんですよね、多分。どうやって出てくるんですか。パカッて。あの、翔太くんみたいな感じです。翔太くん。遊ぼうや、遊ぼうや。翔太くんって。知らないから出てくる。そうそうそう。年代が古いよ、ね、翔太くん知らんの。わかる。わかんないです。翔太くんごっていう感じってのであるんですよ。はい、そのまあ翔太くんってこのそのね、その葬式をやっとって、だけどこういうまあ葬式でね、棺桶からこうパンっていきなり入って板尾が喋りかけられるんですよ。あの、まっちゃんに、はい、遊ぼうや、遊ぼうや。今あかんて、今あかんて、あれ死んでへんのって。え、あれ死んだ。見てみる、見てみる、面白そう。めちゃくちゃ面白いですよね。面白そう。翔太くん、飛騨牛ですよ、これ。え、飛騨牛ですよ。スースー。神戸の方じゃない、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 神戸じゃないよ、神戸じゃない。 A5 ランクだし、食べやすい。 A5 ランクでも、奈良の方が好きなんですよね、僕。 A7 の方が。 A7? はい。車の話かな。アウディかな。アウディかな。車の話かな。いただきます。いただきます。いただきます。お寿司の玉手箱や。いや、ちょっと崩れちゃった。いきますよ。めちゃくちゃうまい。食べます。マジとろける。とろーって、多分俺の番、俺の番。もうやめてよ。ほんと溶けますね。自分のベロ食べてるみたい。なんかすごいっすよね。すごい、ほんとに。いただきます。いただきます。うまそう。食べたじゃん。食べたじゃん。キノコですね。ん？うまい。そうだね。ちょっとちょっとだね。今感じる。ちょっとちょっとだね。めちゃくちゃうまい。うん、うまかった。ごちそうさま。お疲れ様です。
ごちそうさまです。ごちそうさまでした。うまいな。すごっ、お芋づくし込む。そう、あ、すごいわ。すごいですね。いい賞を取った美味しいフランクさんですか。あ、これうまそう。あんじゃない食べます。うん、はい、ドイツで金賞を取った美味しいフランク、はい、これ何本？ 4本。新聞にも載ってるよ。誰ですか。なんでわかるの。年齢車掌。うわ、うまそう。世界で金賞。うわ、牡蠣もあるよ。うわ、焼き牡蠣。そう、来たいですね、普通に来たい、来たい。飲める時に来たいね。そうっすよね、普通に昼間来たいっす。じゃあ、はい、乾杯。太いな、すごい。ジュって出るね、ジュって。わっ、すごい。ジュン、ジュワーって感じですね。肉汁がすごい。何やってるの。すいません、もうちょっと耐えきれんくて買っちゃいました。怒られるわこれ。うまい。ドライゼロ。揺らいだ。ちょっと揺らいだ。でもめちゃくちゃ合う。ドライゼロでもめちゃめちゃ合う。すいません、経費使ってこの飲み物で買っちゃって申し訳ないです、社長。めっちゃ美味しい。うまいっすね。僕一番好きかもしれないです、今日の中で。あ、今日の中ですか。今日食べた中で多分これ一番僕好きっすね。僕寿司が好きかな、僕は。寿司ですね。寿司が好きっすね、やっぱり。ここによると昼か夜か分からなくなっちゃうっすね。分からなくなるっすね、うん、でもそろそろ多分ここでね、ステージでね、うん、スイッ。やるここで。やる。やったらいいじゃん、二人で。スイッスイッ。できる、リリーちゃん。俺多分できる。俺できるよ。できるね。俺できる。俺できる。こっちはできるよ。俺はできるわ。できる。白塗りした方ができると思います。顔がもう分かる。ああ、そういうこと。吹っ切れて。ああ。白塗りする？え、全然したいです。だってあれめっちゃ笑いましたね。死ぬほど笑いましたもん、私は。マジですか？本当に。マジで声出して笑いました。死ぬほど笑いました、あれ。あれ笑った。僕も笑ったっすね。ああ、涼しい。美味しかった。涼しいですね。なんかこっちの奥行ったまた角にもなんかカフェみたいなのがある、はい、あるらしくて。こんなソフトクリームのところですよね。そうそう、結構有名なね。あれいちごペラペラペラって貼り付けてる。確かに本当に擬音がすごい。擬音がすごいわ。また今度。また今度行きますか。また今度ねーって。お土産、お土産。忘れてた。忘れとった、お土産。誰に？社長っす、社長っす。あ、コバちゃん。あれ、あれこれ入っとった。冗談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 。びっくりした。お土産買わないと。そう、忘れとったね。今パッて目についたよ、普通に。きびだんごいいんじゃない。社長仲間欲しいでしょ。めっちゃいいじゃん。これ買って社長仲間にしようよ。なんかないの、お土産。あるよ。お土産、書いてある。いいやもん、お土産各種。本当だ。ニンニクもあるし、ニンニクも黒ニンニク。あ、なんか社長っぽいしんじゃないですか、これ。社長っぽいニンニクが。いや、このこれニンニクの形の社長っぽいよ。やばい怖い。どうしましょう。いや、でもこのワンちゃんのやつ、うん、買ってあげたい。ワンちゃんの買ってあげたい。社長にっす。社長に、はい。買ってあげましょう、じゃあこれ、うん、これいきましょう。それにします。これにしましょう。もう社長のために時間使うのもったいないからさ。それ何？何なんか犬のやつじゃない、それ。あ、げんこつだ。きなこ、ただのきなこ。あのげんこつっすよ、なんか俺と一緒っすよ。あ、そういうこと。え、そうそう、きなこじゃないです。これきなこのげんこつっす。このげんこつはですかね。いや、見てください。あ、ほんとだ、きなこげんこつ。これ買いましょうか。はい、お土産です。これリリーちゃんからのですね、げんこつ飴。はい、いいか。540円。はいはいはい、社長お土産買ったよーって言って。社長のお土産買ってきました。社長に一言買っちゃったね。言ってあげたいね、はい、喜ぶから。ちょっとこのワンちゃんの買ってあげたくって、なんか
はい、社長なんか、はい、別に社長への感想がないですなんかこれ犬の餌、はい、餌用のお皿みたいじゃないですか、まあ、これ社長食べこの中身げんこつ飴なんですけど使い終わった後もちょっと餌を食べるのに使ってほしいなと思って社長の餌、はい、社長の餌両手縛ってこうやってくる社長リリーちゃんのこと大好きだからね見たくないよ俺めちゃくちゃ大好きだから本当に喜ぶと思うよ、まあ、社長のお土産も買ったし、はい、最後に、まあ、城の方行ってエマでも描きます。エマさんす、エマさん、もうちょっとね、はい、ゴールですよ。なんかインスタ映えするね、なんかポイントが、はい、パワースポットじゃないけどなんか、はい、ね、本当に女の子に人気のシャギーン行こう行こう、バインじゃねえよ全然ちょバインじゃねえよ空のシャギーン片付けない、バインじゃねえよ空のシャギーンどう取れる道、神様許してくれるかな大丈夫かな、まずここで止めるかな行こう行こう行こう、大志君かけてあげましょうか。あ、いいですか、いいよ。これ本当バチ当たりですよ、バチ当たり、本当に普通に普通に本当にバチ当たりですよ見切ったんじゃないですかで、まあ、最後こうやってるんでね、そうそうそう、なんからしいですね。あ、ここにあれですか、カップルできたら結ばれるとかですか、カップルが。あ、そういうこと、多分そんな感じ。あ、恋の縁結び、 あれだじゃあお祈りだけしますか。そうですね、はい、あ、皆さんちょっとお金、あの漁師だけ漁師ありがとうありがとうありがとうあの漁師だけちゃんとあのもらっててくださいね、漁師もらっててくお辞儀、お辞儀でんだな、で深くお辞儀を2回あれだ、ハートエマ、あ、ほんとだ、ハートエマ500円、これ3つ、3つください、はい、1500円をしてください、まず500円をです、はい、ございます、はい、ペンは大きな賽銭箱の両側に置いてあります。はい、はい、かわいいね、なんか、大きな賽銭箱、かわいいですね、こんな感じです。ちょっと貸し待って、ちょっと違うんですよ、これなんか。じゃ真面目なこと買おう、よいしょ、もうじゃあもうYouTube やってるし、そうですね、そうですね、はい、どうしようかな、せーので見せましょうか、はい、せーの、バン、ドドン、ちょっと自分のこと自分なんか、ね、みんなじゃあでも違う、これなんか狙っとるよね、はい、なんか会社のことは僕が好きなんですよ、あー確かに、じゃ結局、ね、もっとお願い事だから自分よがりになっても、自分よがりでしょ、お願い事だもん普通に、うん、会社よがりっておかしいやん、うん、ちゃうちゃう、そうちゃう、なんちゅんかな、なんちゅんかな、なんちゅんかな、何て言おう、何て言おう
まあでも100万人は、まあそうですね、まあ、そうですね、目指してる場所ですからね、うん、でもこれ署名会とかんとミッチーって誰みたいな。ミッチー自分しかいないと思うんですよ。ミッチーイコール全世界で俺だけみたいな。署名会とかでこれ誰のお願いだろうってなりますよ。署名会とかでもテラって感じ。私もこれリってリそのまんまやんけ。楽しいね。なんかそうですね、なんかせっかくこんな可愛い円とか描いた絵馬なのに、ね、願い事こんな、ね、がっつり仕事ですじゃあ描けますね。いろいろ描いてある、ね、本当に。じゃあ描けよう。この辺じゃあ僕ここね、この辺描けとけ、うん、じゃあ他のやつはこれ裏向けときゃじゃあバチ当たる、バチ当たる、バチ当たる、絶対バチ当たる、バチ当たるよなんで関西弁なんで関西弁だったせやなバチ当たるよいいね、なんかいいね、俺のカツスカスカだけど2回道場とチャンネル100万人行きますように、テラ、はい、B チャンネル開始リ完璧やね。はい、じゃあ戻りましょう、戻りましょう、はい、満足満足ですね。満足ですね。結構毛だらけ、猫灰だらけ。着きましたね。着きましたね、なんか。とかですね、帰り。とかですね。意外と。ケイニヤマ城行って、はい、で、この後僕は、はい、違う城攻めるんですか。違う城に行ってきます。何城ですね。キャバ城。キャバ城やで打ち合わせ通り。打ち合わせ通りね。全部打ち合わせ通りだから。また行きたいですね、まあまあ、本当にまた行きたいです、楽しかったですもんね。楽しかった、ね、食べ歩きして、ちょっと今日短かったですよね。ね、ちょっと時間があれだったもんね、普通にカメラも回しとったもんね、あれだったっすけど、はい、プライベートとかでマジ行きたいですね、行きたい、犬山城の足場が取れたら、あーいいね、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 まあ、じゃあ今度も企画で行きましょうか、はい、次は1日企画でね、そうですね、そうそう、次はまたちょっとおすすめあったら教えてください、コメントで、はい、はい、ここいいよみたいな。じゃあちょっと長くなっちゃったんですけどね、はい、チャンネル登録といいねだけ、いいねね、はい、お願いします、よろしくお願いします、はい、また見てねー。